2021年下半期俺の稼いだ代。パチンコ日本酒に稼ぐ週刊誌コントロールパチンコを倒して高しかどうするスダネです。はい、どうも皆さん、2022年になりましたね。今年もよろしくお願いします。はい、2021年は皆さんいかがな年だったでしょうか。僕はね、まあパチンコの稼働的にはね、まあ稼働時間はセーブしつつも期待時給的には結構いい時給取れたなと思ってますんで、まあ、結構満足しておりますね。まあ、プライベートでは、いろんなサウナね行きましたね。はい、まあ、熊本行ったり佐賀行ったりといろいろしてました。もちろん福岡も行ったりとかしてました。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、プライベート的にはいい年だったなと思っております。はい、そして2022年は僕は挑戦の年にしたいと思います。3月にはもう福岡を離れましてね、東京に戻って挑戦をしたいと思います。はい、まあ僕はお笑い芸人ですのでね、お笑いをね相方と頑張って、今までね M1 は最高まだ2回戦までしか行けてないんでね、はい、まあその時はね優勝するって言って2回戦だったんでね、まああんまり大きいことは言わないように、まずは3回戦目指して頑張っていきたいと思います。はい、まあそんな話ですけど、今日は2021年の下半期で僕が稼いだ第トップ5を発表していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけで2021年下半期俺が稼いだ第トップ5を発表していきたいと思います。はい、まあこのトップ5ね、まあなんだろう、パチプロの中では多分そんなに上位に上げる人いないんじゃないかなっていう機種が多く並んでる気がします。はい、まあでもね、ただね、まあぜひ参考になると思いますので、最後までご覧いただけたらと思います。はい、では早速いってみましょう。第5位、新花の刑事2漆黒の衝撃。これは今出てるねライトミドルタイプもミドルタイプも合わせたやつとなっております。はい、まあこれはね結構まあプロでも打ってる人が多いんじゃないかなと思います。はい、ただやっぱりね、もう2月にはもう CR 機が打てなくなるでしょ。だから無双にしたって、この漆黒にしたってやっぱりね、調整がね結構ね今までに比べたらきつかったね。うん、そんなにね今までぐらいの回転数で打てることは少なかったです。はい、ただやっぱり下半期入って6月7月8月ぐらいはまあなんとかギリギリ打てた。はい、でまあだんだんね月を追うごとにちょっと調整が厳しくなってたなっていう印象でございます。はい、そんな感じです。まあちなみにまあライトミドルね、結構のが僕は出てるんですけど、まあ、感想を言うとちょっとやっぱりねミドルほどは使えないかなっていうふうに思います。っていうのもあのねライトミドルねサポのね消化がね早すぎるんですよ。早すぎてへそ落ちする可能性が結構ある。うん、だからミドルで打ってた時は例えば残りの時短とかで回数が少なくなったら左に打ってとかして左右振り分け打ちとかしてたんですけど、左右振り分け打ちはまず絶対しない方がいいと思う。はい、もうねどうあがいたってへその消化ねもう防げない時があるからね、最初の数回転で打ちっぱなしに変えたって。ああ、だからもうひねり打ちも積極的なひねり打ちギリギリを狙うようなひねり打ちができないんですよ、へそ落ちが怖くて。ああ、だからちょっとね正直思ったよりも使えないかなっていう、その電サポの早すぎる消化のせいで印象があります。漆黒エクストの話ね。はい、そんな感じでございます。第4位、リアル鬼ごっこ2。これの翼バージョンだっけな、あの U タイムがついてない方、僕は打ち込みまくりましたね。はい、まあこれはねプロで上げる人はそういないと思うんですけど、この台で僕は結構稼ぎましたね。まあ、期待値的には正直5位にも入ってないと思うんですよ。うん、ただ僕はめちゃくちゃ出たという感じですね。はい、大体22回ぐらいかな、22ぐらい回るのを日にちにしてな、もうどんくらいだった、15日ぐらいは打てたんじゃないかな。それでまあかなり上振れで出ちゃったっていう感じですね。はい、これもねひねり打ちが7割ぐらい決まる。うん、でやっぱりね楽しいね、まあ、ゲンさんみたいなスペックなんですけど、まあ、超高速のやつね、上位ダッシュに行くと 93% ねいくんですよね。あのレンジローさんが打ってる動画がね面白いんでね、ぜひ見ていただけたらと思うんですが、はい、で僕は1回ねもう2時間半ぐらいで10プラス15万ぐらいになったかな。お
どんな感じだったかな。もうすぐ当たって20連、70連、40連とかして出たりとかして、かなり好きな歌です。ちなみにこの作者の山田さんの書いてる小説は私はほぼ読んでると思います、はい。最近はまあ、ネタバレになっちゃいますけど、好きになった子がロボットだったっていうね、本があったんですね。なんていうタイトルだったの、好きな子がロボットだった。で、オチがすごかった。これはちょっとオチはね、ぜひ最後見ていただけたらと思いますけど、はい、リアル鬼ごっこ2、第4位です。第3位、ガロ、月光の旅人。これはでもまあ、言うても結構プロ上げてるか。ガロが結構 U タイム音景がうますぎるし、それの結構うまい台を拾いましたね。朝一とかで行ったりとかして、はい、まあ営業中でも910ハマリとか拾えて、 U タイム期待値いくらぐらいあるんだ、 25,000 とかあるんじゃないかな、まあ、相当いい台を拾えて、しかもやっぱりね、最近のガロ調子悪かったけど、このガロだけは客付きがかなり良かったですよね。だからお店も甘く使ってるお店が多かった。はい、だからもう打てる機会が結構ありました。なんならゼロスタートでもう打てるような調整もありました。はい、だからもうこのガロはね、結構お世話になりましたね。まあひねり一応ね、言うほど僕は決まんない、まあこれもへそ打ち怖いんであんまり積極的には打たないんですけど、はい、あんまり決まんないかなっていう印象ですけど、でもまあ甘い調整ですね。はい、で結構打てる機会があって第3位でした。第2位、神バカボン、神スペック。これはね、これはマジで神台ですよ。本当にもう、機種名についてる通りの神台だと僕は思います。はい。っていうのも、これはね、今の台ってやっぱりね、止め打ちがね、全然難しいのとかなくなってきたし、あんまやりがいないんですよね。あの、減らさないように打つような感じで、あんまり増えないし。そんな中、これはまあ、富内はまあ、さほど差別化できないんですけど、ひねり打ちでめちゃくちゃ差別化ができる台でした。多分ひねり打ちをしなかったら、オーバー入賞ほぼ決まんないんですよね。ただ、ひねり打ちをしたら9割は決まります。これマジです。僕が打った台、出していただきたいんですけど、これ上2つが僕が当てたんですよね。で、6回当たって、ラウンドベースが 150.3 と出てます。で、下3つが他の人、誰か知らない人が打ってるんですよね。これが5回当たってラウンドベースが 137.6 なんですよ。つまり1回の当たりでラウンドベース130個も違うんですよ。1回の当たり130個しか、1日で25回当たったとしたらよ、3250玉、約1万3000円の差がつくんですよ。バカボンでひねり打ちをするかしないかで、めちゃくちゃこれはね、バカボンのひねり打ちは楽しかったですね。はい、もう外に流れることが絶対にないので、上を見ながら数える、何個打ち出すかっていう数えつつ調整していくんですよね。調整していって上に擦るようにして、そのいい調整を見つけて最後にひねると、10弱11強くっていうね。で、これだんだん上手くなってくると、弱く打ちすぎちゃうと跳ね返っちゃうんだよね。これバカボン打ってるプロだったら分かってくれてるんだけど、だからだんだん上手くなってくると、あんまり弱く打ちすぎないところを見つけて打つと。これが本当ね、楽しかったね。日直、まあ、僕パチンコの演出動画めちゃくちゃ見てるんですけど、日直島田さんがね、通常時つまんない言ってますけど、通常時も面白いですよ、僕からするとね。はい、通常時も面白いし、ラッシュ中もね、この 80% ラッシュ、最近こういうリアルリュックとかもそうですけど、こういう台が多いのかな、はい、すごいところに持っていった時の爆発力もすごい、でひねり打ちも面白い。しかもこれ結構ね、増大になってるね、お店もね、いくつかあるので、もしかしたら2022年も今後ね、メイン機種になってくれる可能性もあるんじゃないかなと僕は期待しております。はい、そんな感じで第2位バガボンでした。第1位、コードギア三逆のルルーシュ、こちらでございます。まあ一応これもライト緑も合算した収支ですけど、まあ合算しなくても緑だけで1位でしょうね。はい、もうこれはね、まあプロで上げてる人はあんまりいないと思いますけど、僕の地域もね、もうね、30日間以上ぐらい22ぐらい回るギア数を打ち続けました、毎日のように。はい、まあ、1回だけね、他店舗で26かな、26ぐらい回るギア数を打ってたんですけど、まあそんなギア数、いい両台のギア数を打ち込みまくりましたと。はい、しかも僕も演出的にもこれ多分
今までの人生で1位かもしれない。ギガス、アニメも結構見ました僕。シーズン3ぐらいまで見ました。ギガス最高でした。まあこれはね、先読み圧モードにするんですよね。もうで最速察知すると。で、これもひねりが7割ぐらい決まるんだ。最高。うん。で、これはへそに入っちゃったとしても、ミドルバージョンはいいタイミングで打ち出せば、へそ保留が消化しないから大丈夫。まあライトミドルはね、結構ね、消化の最初の難回転がね、多いんだよね。そう。だから、結構へそ保留消化しちゃうんだけど、だからミドルタイプの方が使えますね。しかも、昇級も多いしね。あ、だからライトミドルは使えないんだけど、ミドルは結構使えるだい。しかも演出がまあまあ面白い。本当に最高の台でしたね。コードギアス反逆のルルーシュ、ラッシュ入った時のドキドキ感ね。あ、もうこれもね、高継続期ですけど、もうラッシュ入った時のドキドキ、最初の何回転もそうだし、5回転終わった後の演出も面白いし、当たった直後にある保留練してないかなっていうのも楽しめるしね。マジで最高の台だなと思いましたね。はい、もう本当に大好きな台です。コードギアス反逆のルルーシュ第1位です。はい、ここからはおまけトークです。おまけトーク何かというと、5位には残念ながら入れなかったんですけど、本当は入れたかったな、僕悔しいなっていう思いがある台があるんですよね。はい、それは何かと言いますと、お給み5でございますね。はい、これなんで入んなかったというと、単に僕の実力不足です。はい、僕がね、どうしても他の台の飛び打ちでできなかったことってないんですけど、お給み5の電サポの、まあ、強中弱弱4発かな、はい、の飛び打ちがタイミングが合わなくて、増える機会がそうなかったんですよ。はい、ただ他のプロの人たちはもう隣どこかで打ってても本当にアマデジにしっかり319ミドルにしたりしっかりそうなんですけど、ゴリゴリ増やしていくんですよね。はい、ただ僕は実力なくてそこまで増えなくて、もう激合いしまくって全然打たなかった。あ、これ間違いなくサポがしっかり僕が実力やってできたら上位に入ってたんだろうなっていう悔しい騎士ですね。はい、まあサポの飛び道はね、僕がもともと旅してたハロニシーさんとか、はい、ショーパチさんとかが動画上げてると思いますので、ぜひお気に入り5のね、飛び道マスターして、皆さんは収支をどんどん上げていっていただけたらなと思います。はい、以上でございます。今年もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。